イグアナ赤は、爬虫古有林目イグアナ下目イグアナカに属する赤。近年は独立カイグアナカとすることが多いが、イグアナカという分類群名には多義性があるため、ここでは便宜上、イグアナ赤と呼ぶ。イグアナ赤は、イグアナと総称される。ただし、イグアナ海外にもイグアナの名がつく種は多い。アメリカ合衆国からパラグアイにかけてのアメリカ大陸、よび、ガラパゴス諸島。 カリブ諸島、フィジー諸島。当初に住む族は次の通り。族により異なる。海生のものがいるのが特徴。全長はディプセソリス族の20センチメートル前後からウミイグアナの150センチメートル前後まで。トカゲアモクの中でも大型である。子供は虫や小動物を食べるが、生態は果実や草などの植物食。卵性。他のイグアナためには、 卵体制のものもいる。メキシコを中心に食用とされており、主に樹状性の大型種が好まれる。グリーンイーグアナは養殖もされている。ペットとして好まれ、特にグリーンイーグアナは人気が高い。ありがとうございます。